まだ準備中なんですけど。あら、そうなの？でも、お客さんがコーヒー飲んでるじゃない？おはよう、京一郎。探偵さんは早起きなのね。あら、やだ。エスプレッソが欲しいんだけど。それが飲みたけりゃ他の店へどうぞ。あら、そう。じゃあ、京一郎と同じものでいいわ。お待ちどうさま。インスタントのブレンドです。そんなことないわよね、おちびちゃん。ええ、露出狂でもお客様ですから。あの女、何が楽しくてこんなところに来るんだ？じゃあお前がいなくなればあの父デカ女もいなくなるはずだ。さっさと出てけ。こっちも見失ってしまったから、お前だけが悪いわけではなくて、だから。調べるなら開発エリアでも調べてろ。
ま、得てしてそういうものさ。いらっしゃい。いらっしゃい。いや、サガーラ、ようやく見つけたよ。何って、用があるのはユウの方じゃないのか。じゃあ本題に入るとしよう。ユウはミーに何の用があったんだい？だから言っているだろう。彼女たちは誘拐ではないと。ユウがミーより何か優れているものがあれば、敬意を表して教えてやらないこともない。望むところだ、サガーラ。じゃあ、勝負は酒でつけるっていうのはどうです？What?旦那方、ここはバーです。バーに来て勝負と言ったら、俺しかないんじゃありませんかね。Just a moment、サガラ。ミーはだな、その…というものが。何？ミーが二言だと？受けて立とうじゃないか。それじゃいいですわ。おい、酔っ払い。いつまで外にいるんだ？早く部屋に戻れ。小さいのは余計だ。酒に弱いのにこんなに飲み寄ってからに。分かったから大声を出すな。大事にしまっておれ。よいしょっと。くそ、なんで私がこんなことを。
おい、倉木様、どこを触っておる？待て。舞子さん、遅すぎですね。そうですか。おい、何をぶつけ合うって？気になって来てみたんだけど、やっぱり舞子帰ってきてないね。今何の調査をやってるか思い出してみろ。分かっているのか？舞子の携帯も繋がらないんだぞ。はい。一人だけグースか眠りおって。来てませんけど、どうかしたんですか？